濃度に関わらず排水される側がいいですよって言っちゃったらもうそれで流してもいいわけですよね。下水処理場の人がいやうちの泥にたまるからやめてくれと言われたら流さないし、どうぞって言われれば流すしというそういう話なんですね。でそういうことを考えると、あの濃度だとか、それから本当言うと農作業期間中かあるいは農閑期間に関わらず、その流される側の人が OK って言えば流すことはできるんだけれども、いややっぱり農作業やってるところに流したくはないよねというそういう思いです。膨大な量の水で希釈されるからいいけど、溜まっちゃう可能性だってなきにしもあるじゃない、あるじゃないですか。だから その時にはそこが汚れるんだから、次はそこで除染すればいいわけですよ。これからやるんだったら、それこそそこの方に溜まってるねって分かれば、除染すればいいんじゃない。